まあ、奥側はかなり 動いてボールをもらっていくんで、うん、あとはフォワードとうまく絡めるかどうかね。2列目との連携ってことね。どうすんの。だからまあね、選手がね、固まってないんでね。まあそこはしょうがないよね、多少これからだろうとは思うけど。あれは、あれだってあれじゃん。どう、誰その、あの、後ろ側左6番、6番じゃねえ、何番だ。あの、トシさんと、父さんと組んでる人でしょ、うん、まあ分かんないです。ちょっと分かんない、分かんないけど、松本か、こちらかな、松本だと思うんですけど、ケント君の情報が本当だとかなりすごい人らしいさ、うん、ちょっと当てて近く。ただ俺もしや、うん、初めて飛ばしておい。ここからの、ここからの飛び出しが、バッグも遅いんだよ、その辺がね、リーグの違いで、リーグスピード、こう、たばきの、あれを慣れるっていうのは、時間はかかるけど、慣れてもらうと困るってことだから、切り返しどうだ、ああ、まだ無理か。一番見てるこの人が分かんないっつって、俺が一番背見てるはずなのに分かるわけないって、分かるわけないって、4番奥川選手、静岡市。あ、そう。あ、そうって言っちゃいけないのかな。まあまだ一応名前は出てない。うん。まあそこで。まあでも奥川出てる人は何人か名前もう出てるからね。うん、練習のあのレポートで。うん、別に出てもそれにほらトライアウトの時でも別にいいっていうとかを出してたはずだから、まあ、名前は OK です。名前は OK さ、うん、顔が多分出てない、うん、そうね、顔の名前が一致しないだけ、顔が分からないっていうのは、ね、まあ、うちらも勉強しなきゃいけない、うん、馬だったら分かんないけどな、どうでもいいよって言ったことだ、一発や、うん、馬のこと、ね、まあ、今前の栗田と指原をずっと2人でずっと横山を使ってるんで、石田が今ちょっと空いてるポジション入って、あれは栗田って言うの？そうですね、どこが栗田は静岡です。あ、静岡です。実際にさ、横山が復帰してきてさ、うん、どっちと組むのかね、栗田かよ、それともなんか別の人が来るのか。タイプ的には今の2人なら先原と組む。まあ、先原と長いって、まあ、あの高さはただ能力で言ったら栗田だよね、うん、ただまあ本番なら多分知らんなると思う。それはもう試せするかな。そうですね、2人のコンビ合うからね、分かってることだ。それはそれでいけるはずだから。ディフェンスの方は後ろ足にある致命的なね、まあ失点、やっぱどうしてもこの前の失点もそうだけど、うん、センターバックとサイドバックの、うん、そのズレがを疲れてるところが多い。あれでよくパターンで、あの権利君ともそうだったけど、うん、だあの結局斎藤さんがガーッと上がってた時にさ、カウンターでその裏を使って誰が守るんだって、それが一番きつい、うん、で誰もいなくて結局っていうパターンだよ、うん、毎試合見るだけあって見せてほしいですね。いやこれはもうなっちゃうもんですけど、静岡の人は本当詳しいですから、ね、僕なんかはそんなにあれだけど、もみんな一人一人監督ですから、ね、やっぱその
逆に言うと、そのシステムじゃなくて、オーナーシステムってやってるからには、そういう、まあ、権利も当然ありますもんね。そうですね、あの一応あの、オーナーの中でも有料のオーナーと無料のオーナーと、有料のオーナーの良さの出来方です。ほら、ほら、ほら あとオーナー自身のためにいろんなものを作ることもできる。そのやはりいろんなオーナーさんに作るので見守る方とやはり、まあそれは見守る切り替えろ準備まあいろいろな人いますね。本当そう、いっぱいいる。サッカーだから本当サッカーに詳しい人もいれば、あの経営のことを思うとか、あとはあの中にはスポンサーを集めた経験があるからこういうふうなやり方があるよみたいな、ちょっと表現する人企画をやったりとか。例えば今なんてユニフォームのこともあるから、うん、デザイン決めてこういうのがどうだろうって選ぶ人もいれば、いや今年のまんまでいい人もいれば、あとはちょっとアレンジするだけでいいんじゃないかっていう人もいれば、まあ、あの元々の発想として富山代表は持ってたからゲームのサッカーチームを作ろうっていうか、あのゲームのやればっていう感じだと思うんですよ。それを最初のあの、はい、カズ、そっち見て、ケイちゃん、そっち見て、自分たちが強いんですけど、っていうので、すごく今、それが今、本物になっていくと、どんどんこれから、毎試合やっぱり、キーマンは変えると思うんですけど、その辺はどうなんですかね。県内はそう、県内だったら、いや、俺遠いもん。埼玉から前そう来てるから、この人が一番しんどいと思うんですね。これは浦和から来てるんで、やっぱり、今日もちょっとあの、ちょっと残しただけでも、昼からの試合、俺朝の4時に出たお金を使わないで行こうと思って。今度は見えまで行かない。いやいや。電話コンビしかする。でもまあそこまでしてもやっぱやろうっていうのがあるんですよね。やっぱりなんていうのかな。あのいい意味でのなんか家族みたいなものになってきてるような気がしますね。僕の中で。やっぱその試合を下まで見に行って選手たちにうんそうですかっていうのあのまああのスタート監督ともありがとうございますっていうような感じでもうスタート監督も明るくね本当にあの気さくに声かけてもいいし気づかせてもらいたいもう生誕でも選手たちとも、まあ、あのなんか新しい選手たちを多くこれからもちょっといいことですね。あ、ここはあいつら何なんだよ。それはないと思いますけど、佐藤監督が言うと彼らをバックアップできる。やってる。1時ぐらいと切り張りぐらいだった。違うんですよどうしよう私までで、あーでも惜しい、その日みんないないなんでしたっけ、あ、長野だ、そうそうそう、長野です
長野ってちゃんとした試合でやるみたいな。あ、本当ですか。なんか総合国人試合なかった。あイベントみたいな。あ、じゃあ超アウェーですね。